1月17日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。船橋1レース。予想上位はキャッスルレイブ。目標タイムは1分 17.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋2レース。予想上位はディマイヤ。目標タイムは1分 16.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。船橋3レース。予想上位はポンソレイユ。目標タイムは1分 16.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋4レース。予想上位はクリノファルコン。目標タイムは1分 2.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋5レース。予想上位はプレグナンス。目標タイムは1分 16.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋6レース。予想上位は星の砂。目標タイムは1分 44.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。船橋7レース。予想上位はマスタープラン。目標タイムは1分 15.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋8レース。予想上位はジゼル。目標タイムは1分 14.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋9レース。予想上位はジラルデ。目標タイムは1分 36.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋10レース。予想上位はゴールドレガシー。目標タイムは1分 43.0 秒です。荒れる傾向が強いです。船橋11レース。予想上位はブラックバトラー。目標タイムは1分 56.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋12レース。予想上位は青い後期。目標タイムは1分 36.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋1レース。予想上位はイチゴ一振り。目標タイムは0分 48.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋2レース。予想上位はリボンドハピネス。目標タイムは0分 56.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋3レース。予想上位はナムライバ。目標タイムは0分 56.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋4レース。予想上位はテスティファイ。目標タイムは0分 56.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋5レース。予想上位はマイネル・ペルセウス。目標タイムは0分 56.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋6レース。予想上位はコパノエルバス。目標タイムは0分 56.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋7レース。予想上位は噂の類。目標タイムは0分 56.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。名古屋8レース。予想上位はロフティースマイル。目標タイムは1分 20.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋9レース。予想上位はアスマスティーブ。目標タイムは0分 55.6 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース。予想上位はアクシノス。目標タイムは0分 58.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋11レース。予想上位はグラニットピック。目標タイムは0分 55.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋12レース。予想上位はロイヤルパールス。目標タイムは0分 47.4 秒です。
荒れない確率の方がやや高いです。ヒネジッチレース、予想上位はピックプイン、目標タイムは1分 34.9 秒です。荒れる傾向が強いです。姫路2レース、予想上位はグリントスター、目標タイムは1分 34.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。姫路3レース、予想上位はベラジオマナミ、目標タイムは1分 36.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。姫路4レース、予想上位はサンベローチェ、目標タイムは0分 53.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。姫路5レース、予想上位はテイルヴィーナス、目標タイムは0分 54.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。姫路6レース、予想上位はスマートキングダム、目標タイムは1分 33.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。姫路7レース、予想上位はミラモンテ、目標タイムは1分 33.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。姫路8レース、予想上位は名勝よされ、目標タイムは1分 32.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。姫路9レース、予想上位はブレイブウィザード、目標タイムは1分 39.3 秒です。荒れる傾向が強いです。姫路10レース、予想上位は爽やかローズ、目標タイムは1分 31.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。姫路11レース、予想上位はサンロアノーク、目標タイムは1分 30.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。姫路12レース、予想上位はルールメイプル、目標タイムは0分 51.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知1レース、予想上位はアスタリース、目標タイムは1分 32.5 秒です。硬いレースになりそうです。高知2レース、予想上位は白信ジャベリン、目標タイムは1分 34.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知3レース、予想上位は名村亀太郎、目標タイムは1分 33.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知4レース、予想上位はプロト様に、目標タイムは1分 32.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知5レース、予想上位はサンエルセントロ、目標タイムは1分 32.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知6レース、予想上位はグラティアスグー、目標タイムは1分 32.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知7レース、予想上位はゴールドクロス、目標タイムは1分 31.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知8レース、予想上位はモズダッシュスター、目標タイムは1分 31.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知9レース、予想上位はボマイエ、目標タイムは1分 31.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知10レース、予想上位はカフェティアラ、目標タイムは1分 35.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。セクシーウィードウ、リングアップ、パーティーキング、グンダープレグナンス、ミーナ・ティエルナ、トライコーン、ブルーミングヒル、スーパーファルコン、ジェルカトローバ、バルトビューネ、
ウルトラの星、ディディ・ギルダー、ギム・オブ・スターズ、フィンランド・シス、パラダイス・シティ、ガーランド・スタイル、ニーサム、コパノ・エルバス、ニシキディ・ブラビブレ・エナジー・ロマネスク、アンパオ、オーブラボー、アイファー・ラクーン、ウォーター・ジーニー、ロフティ・スマイル、サウンド・ステラ、アクシノス、フィッツ・ロイ、ブーケ・スマイル、ローマン・シアター、ワンダー・ジェラート、ウルディマン、ワンダースパイン、サンベローチェ、テンマワンヤ、DSB、スマイルマリアンナ、ミステリアダディ、レインボーエンゼル、エイシンマシーン、サクラトップクロス、マイネルステレール、キットクル、イエローギャブ、ミランダバレー、シシガオー、ノアタイクーン、アバント、コスモケルギン、活劇大輪、レオテソーロ、ビュークレスト、イントーフリー、ビートスピーク、プライムチャーム、フォガラ、カッター、ラウズアップ、竜のラプター、マスタープラン、トレジャートレイル、スプレンディダ、ギフテッドキング、クラーベドラド、グラブール、ルクバー、ゴーマイウェイ、セザングライト、カルムステップ、セザンディーバ、アスターフラッペ、キタノステート、ナムラエバ、シャンパンムーン、アウグーリ、ヤマカツオリオン、マイネルペルセウス、アルペンホルン、ジェネレート、東方ダブリン、ビクスガレリア、ストロングハッピー、バスキュラント、マイネルボレロ、東方ジェンマ、クイーンザヒーロー、ウォーターリベルテ、コスモアイトーン、グリントスター、疾風陣雷、ユニコ、ライトストリーム、オルディネール、カンパナーダス、一丁、サウンドヒーロー、コスモピオニール、ザ・プラウドワンズ、ブレイブブラッド、名称サソリザ、白神ジャベリン、シテ、アルサメイヤ、キモンリッチ、プールファム、火の玉ボーイ、プロト様に、ピートマジック、ダノンカオス、サノのヒーロー、チアップ、オンストローン、ボマイエ、カフェティアラ、スタンドアップ、シュタイナー、レイエル、ノーブルラベンダー、グレイブイザート、アスタリウス、ロードグリュック、セナちゃんの夢、アラビアンパレス、ブルーグリッター、レイバックターン、北岳、リクエスト、きらめきときめき、タキちゃん号、ベルデテント、マニエジェニー、プリンセスロージー、エントジアスタ、白山門中、ディストピアーナ、アミフジユジョー、ホーオートルース、タイセイアゲイン、キャッスルトップ、パノラミック、シャンディエン、イチゴ一振り、サッキーエターナル、オレオールシチー、リボンドハピネス、レオニーノ、ミユキアモーレミオ、プレンティーハーツ、プリンシアティアモ、北野高橋、名称ホーベニー、ピッケレジーナ、噂の類、ソングフォーマーや、リードアクトレス、フークベルエ、エッシャー、ピックプイン、ブレッシングアイル、ジューンフラワー、トラボルジェンテ、ちょうどいい、箸の王者、ミヤビピオニー、レアロケット、アイルオブゴールド、ヒマリアン、ホウオウデリテ、タケマルルーチェ、ヤマニンフルリール、サトシライズ、プロパルジョン、ミラモンテ、テーオーレーズン、ソーマイティ、マーティンヒル、名称よされ、ソリスルクス、モーショー、コウエイヤンカ、ナムラハカ、エルメニア、
奏でる愛、ジュンシリアス、カワちゃんフェイス、スリーガーニッシュ、ナムラカメ太郎、ペイシャコリン、メンキ、フィールドモーリス、マーキュリーセブン、スリールサンセール、貴族、武蔵風神、ゲンパチレオニダス、菜の花畑、グリーリー、テンペスタース、ゴールドクロス、ノーベルプライズ、トレイトセオリー、ハーツジュニア、デルマーオッカ、グループラネット、コーヒーソフト、テナーボイス、スカイ王子、ウィーンシュプリーム、カラードレス、北から来たパンチ、西県バリー、エイシンディデイ、ユーのチャチャ、バーレスク、マットブルーアイ、スティールドラゴン、アイファーライオン、アランチャロッサ、スーパースターマン、フォーオーシックス、カリプソメロディ、ヒロシゲダイヤ、ザビッグマン、スルーザリミッツ、ガーニュー、カラニ、名称一新、グランシャスール、ムジークフェライン、バロンドール、ソレナ、ミカちゃん、コンサートバイオ、ラエティティア、シー・オブ・クラウズ、プレストオメガ、イエス・ウォン・オン、エスケープ・ライム、ゴールデン・レディ、ゴーストバスター、競泳パラスト、メイク・ア・ストーリー、アン・ム・シエラ、クレメンティ、グリーン・ダイヤル、ユア・ソング、デルモット・エール、クリスマス・イブ、マッタレーナ、アス・マスティーブ、ハクサン・ブレープ、テイオー・マルクス、ユイガハマ・ビーチ、パイン・ピーチ、サクラ・トップ・ムーン、グッド・ハビッツ、ブエラ・フェルテ、ケアラシ、グラティアス・グー、ラテラリス、ビーデレ、デザイア、マサミセラス、メン、ブエナ・ローズ、ポケちゃん、アポロ・ダーウィン、ヨロシオスナ。船橋第一レース各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは8番セクシーウェイドが先頭に立ちます。並ぶように10番ライチティア、9番スペクチャンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番セクシーウェイド、その後には2番クーネル遊ぶと9番スペクチャンが続きます。4番キャッスルレイブが先頭に立つか先頭か。4番キャッスルレイブが1着見事、続くは7番、5番、3番か。船橋第2レース、さあ舞台は整いました。スタートが切られました。2番リュークレストが前に行きます。後を追うのは3番リマリア、6番ブルーグリッターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番リュークレスト、その後には3番リマリアと6番ブルーグリッターが続きます。1番アラビアンパレスが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番アラビアンパレスがゴールイン、続くは3番、10番、6番か。船橋第3レース各馬揃って、スタートが切られました。1番リューのチャチャが前に行きます。2番手は6番ボンソレイユ、10番プライムチャームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ボンソレイユ、その後には11番ザビッグマンと1番リューのチャチャが続きます。6番ボンソレイユそのまま逃げ切れるか、独走か。6番ボンソレイユが1着見事、続くは11番、10番、3番か。船橋第4レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。先頭を走るは1番フォガラ、並ぶように4番クリノファルコン、5番マイグローリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番フォガラ、その後には4番クリノファルコンと5番マイグローリーが続きます。10番ウンダーが後ろから追ってくる、先頭か。10番ウンダーが1着見事、続くは5番、4番、3番か。船橋第5レース各馬揃って、スタートを切りました。10番ミスプリマが前に行きます。10番ミスプリマの背後には2番ディセントラライズ、12番ダバイポセイドンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ミスプリマ、その後には9番グランドマーシャルと2番ディセントラライズが続きます。
8番プレブナンスが先頭に立つか、追い抜くか。8番プレブナンスがゴールイン。続くは9番、11番、10番か。船橋第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは3番フークリシャールが先頭に立ちます。2番手は8番タキちゃんを、11番プリンセスロージーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フークリシャール。その後には2番星の砂と5番スーリエドベールが続きます。2番星の砂が先頭に立つか、先頭か。2番星の砂がゴールイン。続くは5番、3番、11番か。船橋第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。8番マスタープランが早速先頭を取る。後を追うのは7番スーパーファルコン、1番白山モンチカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マスタープラン。その後には7番スーパーファルコンと1番白山モンチュが続きます。8番マスタープランそのまま独走か、独走か。8番マスタープランが1着見事。続くは1番、3番、4番か。船橋第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。4番お松様が前に行きます。4番お松様の背後には10番ジゼル、5番チェルカトローバか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ジゼル。その後には4番お松様と7番ワンダーランドが続きます。10番ジゼルそのまま逃げ切れるか、独走か。10番ジゼルが1着見事。続くは7番、8番、1番か。船橋第9レース、各馬揃って。スタートを切りました。6番スティールドラゴンが前に行きます。6番スティールドラゴンの背後には5番ハートロック、7番バントーニオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番スティールドラゴン。その後には4番ジラルデと5番ハートロックが続きます。4番ジラルデが先頭に立つか、追い抜くか。4番ジラルデが1着見事。続くは10番、2番、1番か。船橋第10レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。2番クラーベドラドが早速先頭を取る。その後ろには10番プレストカイザー、5番アベニンドリームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番クラーベドラド。その後には12番ショットメーカーと10番プレストカイザーが続きます。3番ホーオートゥルーツが後ろから追ってくる、先頭か。3番ホーオートゥルーツがゴールイン。続くは1番、2番、船橋第11レース、ゲート入り完了。さあスタートです。まずは7番カプセルが好スタートを切った。後を追うのは8番バハマフレーバー、4番エコロガイアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番バハマフレーバー。その後には4番エコロガイアと9番ウルトラの星が続きます。9番ウルトラの星が後ろから追ってくる、先頭か。9番ウルトラの星が1着見事。続くは3番、2番、1番か。船橋第12レース、各馬揃って。さあスタートです。まずは6番青い後期が先頭に立ちます。6番青い後期の背後には7番パノラミック、9番クレメンティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番青い後期。その後には9番クレメンティと7番パノラミックが続きます。6番青い後期そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番青い後期が1着見事。続くは10番、13番、1番。名古屋第1レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。10番イチゴひと振りが前に行きます。その後ろには2番エクセルスコール、9番パミーラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番エクセルスコール。その後には10番イチゴひと振りと5番エフロレセンスが続きます。10番イチゴひと振りが後ろから追ってくる、先頭か。10番イチゴひと振りがゴールイン。続くは9番、7番、5番か。名古屋第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは9番夢見心地が好スタートを切った。並ぶように7番リボンドハピネス、8番レオニーノか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番サッキーエターナル。その後には7番リボンドハピネスと1番アスターフラッペが続きます。8番レオニーノが先頭に立つか、追い抜くか。8番レオニーノが1着見事。続くは7番、10番、9番か。名古屋第3レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは8番ナムライバが先頭に立ちます。
その後ろには10番ナムララン、7番エントリーコードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ナムライバ、その後には6番ミユキアモーレミオと9番ヤーソングが続きます。6番ミユキアモーレミオが先頭に立つか、追い抜くか。6番ミユキアモーレミオがゴールイン、続くは5番、1番、2番か。名古屋第4レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは4番プレンティーハーツが先頭に立ちます。並ぶように8番ラプンタ、6番ガーランドスタイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ラプンタ、その後には6番ガーランドスタイルと1番テスティファイが続きます。7番ウィンサムが追い上げてくる、先頭か。7番ウィンサムがゴールイン、続くは1番、10番、9番か。名古屋第5レース、各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。10番マイネルペルセウスが前に行きます。10番マイネルペルセウスの背後には7番カラードレス、1番ブリエロードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番マイネルペルセウス、その後には7番カラードレスと1番ブリエロードが続きます。2番ラブモンテイが追い上げてくる、追い抜くか。2番ラブモンテイが1着見事、続くは9番、7番、5番か。名古屋第6レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは3番エナジーロマネスクが好スタートを切った。2番手は1番コパノエルバス、6番北から来たパンチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エナジーロマネスク、その後には1番コパノエルバスと6番北から来たパンチが続きます。8番クリスマスイブが先頭に立つか、先頭か。8番クリスマスイブがゴールイン、続くは3番、5番、1番か。名古屋第7レース、各馬ゲートイン完了。スタートが切られました。1番オリオンハートが前に行きます。その後ろには3番ジェネレート、7番ガーニュカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番オリオンハート、その後には3番ジェネレートと7番ガーニュが続きます。9番オーブラボーが先頭に立つか、先頭か。9番オーブラボーが1着見事、続くは5番、2番、6番か。名古屋第8レース、各馬ゲートイン完了。さあスタートです。まずは3番東方ダブリンが先頭に立ちます。その後ろには9番ロフティースマイル、2番シナノラニオーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ロフティースマイル、その後には2番シナノラニオーと3番東方ダブリンが続きます。6番ソングフォーマンヤが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ソングフォーマンヤが1着見事、続くは5番、8番。名古屋第9レース、ゲート入り完了。さあスタートです。まずは9番スーちゃんが好スタートを切った。2番手は1番アスマスティーブ、4番サウンドステラカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番アスマスティーブ、その後には4番サウンドステラと9番スーちゃんが続きます。10番サトノソラーレが追い上げてくる、追い抜くか。10番サトノソラーレが1着見事、続くは3番、5番、6番か。名古屋第10レース、各馬揃って。スタートが切られました。まずは6番リードアクトレスが好スタートを切った。6番リードアクトレスの背後には11番ラピダニーニャ、8番フィッツロイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番フィッツロイ、その後には1番ワクシノスと4番ストロングハッピーが続きます。7番フークベルエが先頭に立つか、先頭か。7番フークベルエがゴールイン、続くは9番、2番、5番か。名古屋第11レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。7番グラニットピークが前に行きます。その後ろには2番クリスプエア、1番ブーケスマイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番グラニットピーク、その後には4番ジュレールと2番クリスプエアが続きます。5番ローマンシアターが先頭に立つか、先頭か。5番ローマンシアターがゴールイン、続くは2番、6番、11番か。名古屋第12レース、各馬揃って。さあスタートです。先頭を走るは5番東方ジェンマ。5番東方ジェンマの背後には4番ウィップラッシュ、3番テオーマルクスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番東方ジェンマ、その後には1番ロイヤルパールスと4番ウィップラッシュが続きます。2番エイシャーが先頭に立つか、先頭か。2番エイシャーが1着見事、
続くは3番、7番、8番か。姫路第1レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは6番ワランチャローサ。6番ワランチャローサの背後には9番ピックプイン、10番コスモアイトオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番コスモアイトオン。その後には6番ワランチャローサと9番ピックプインが続きます。5番アブラアルバムが追い上げてくる、追い抜くか。5番アブラアルバムがゴールイン。続くは9番、4番、10番か。姫路第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは2番グリントスターが好スタートを切った。2番手は7番ユニコ、5番疾風陣雷か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番グリントスター。その後には4番ビップリバプールと5番疾風陣雷が続きます。4番ビップリバプールが追い上げてくる、先頭か。4番ビップリバプールが1着見事。続くは2番、3番、6番か。姫路第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。1番ベラジオマナミが前に行きます。1番ベラジオマナミの背後には4番ユイガハマビーチ、9番ミコト、ドテールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ベラジオマナミ。その後には9番ミコト、ドテールと2番ちょうどいいが続きます。6番ライトストリームが先頭に立つか、先頭か。6番ライトストリームがゴールイン。続くは7番、9番。姫路第4レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。2番サンベローチェが早速先頭を取る。2番手は9番ピンクマーメル、3番フォルトシュリットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番サンベローチェ。その後には3番フォルトシュリットと8番シェナダンスが続きます。8番シェナダンスが後ろから追ってくる、先頭か。8番シェナダンスがゴールイン。続くは9番、3番、6番か。姫路第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番ヒューマンライツ。その後ろには11番テイルビーナス、7番マユヒメか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ヒューマンライツ。その後には7番マユヒメと11番テイルビーナスが続きます。7番マユヒメが追い上げてくる、追い抜くか。7番マユヒメがゴールイン。続くは12番、11番、6番か。姫路第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは7番オルディネールが先頭に立ちます。7番オルディネールの背後には4番スマートキングダム、9番竹丸ルーチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スマートキングダム。その後には7番オルディネールと5番ホウオーベリテが続きます。5番ホウオーベリテが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番ホウオーベリテがゴールイン。続くは1番、4番。姫路第7レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは1番サトシライズが先頭に立ちます。後を追うのは4番プロパルジョン、7番ソーマイティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番サトシライズ。その後には5番ミラモンテと4番プロパルジョンが続きます。5番ミラモンテが後ろから追ってくる、先頭か。5番ミラモンテがゴールイン。続くは1番、3番、9番か。姫路第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは10番サウンドヒーローが先頭に立ちます。並ぶように8番名称寄され、2番バガルーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番サウンドヒーロー。その後には8番名称寄されと1番リーデレが続きます。8番名称寄されが追い上げてくる、追い抜くか。8番名称寄されが1着見事。続くは1番、3番、6番か。姫路第9レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは8番デスティニープランが好スタートを切った。8番デスティニープランの背後には5番桜トップクロス、6番イーデチャンプか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番桜トップクロス。その後には8番デスティニープランと7番ブエラフェルテが続きます。9番ブレイブウィザードが先頭に立つか、追い抜くか。9番ブレイブウィザードが1着見事。続くは8番、姫路第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。3番ヒロシゲサンライズが早速先頭を取る。並ぶように2番サワヤカローズ、9番ピースファインか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番爽やかローズ、その後には3番広重サンライズと9番ビーツファインが続きます。2番爽やかローズそのまま独走か。2番爽やかローズがゴールイン、続くは3番9番6番か。姫路第11レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。2番タイミングナウが早速先頭を取る。後を追うのは10番グリーンシアター、8番リサーニングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番リサーニング、その後には10番グリーンシアターと2番タイミングナウが続きます。3番サンロアノークが後ろから追ってくる、先頭か。3番サンロアノークが1着見事、続くは10番8番1番。姫路第12レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。先頭を走るは8番ナリタブルホーク、並ぶように11番ミヤビアーク、2番ルールメイプルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ミヤビアーク、その後には2番ルールメイプルと8番ナリタブルホークが続きます。9番フージャオが先頭に立つか、先頭か。9番フージャオがゴールイン、続くは1番7番12番か。高知第1レース、各馬揃ってスタートを切りました。まずは5番アスタリウスが先頭に立ちます。5番アスタリウスの背後には3番エイシンリーで、7番奏でるアイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番アスタリウス、その後には3番エイシンリーデイと7番奏でるアイが続きます。5番アスタリウスそのまま独走か、逃げ切れるか。5番アスタリウスが1着見事、続くは3番7番1番か。高知第2レース、ゲート入り完了。さあスタートです。まずは4番ユッケが好スタートを切った。4番ユッケの背後には2番スライトマット、7番カワチャンフェイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番スリーガーニッシュ、その後には1番白心ジャベリンと2番スライトマットが続きます。1番白心ジャベリンが先頭に立つか、追い抜くか。1番白心ジャベリンがゴールイン、続くは8番2番7番か。高知第3レース、枠入り完了しました。さあスタートしました。6番名村亀太郎が早速先頭を取る。後を追うのは3番シシラオ、4番ノアタイクーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番名村亀太郎、その後には5番ジェイエルブリッジと4番ノアタイクーンが続きます。5番ジェイエルブリッジが追い上げてくる、先頭か。5番ジェイエルブリッジがゴールイン、続くは6番2番4番か。高知第4レース、さあ舞台は整いました。スタートが切られました。6番プロト様2が早速先頭を取る、並ぶように9番ダノンプレジャー、1番プールファムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番プロト様2、その後には9番ダノンプレジャーと7番名称メイプルが続きます。6番プロト様2そのまま逃げ切れるか、独走か。6番プロト様2がゴールイン、続くは7番2番4番か。高知第5レース、各馬揃って、さあスタートです。まずは5番マカオンブランが好スタートを切った。2番手は3番ビートマジック、6番キャッスルロックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番マカオンブラン、その後には6番キャッスルロックと4番マーキュリーセブンが続きます。2番3エルセントロが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番3エルセントロが1着見事、続くは4番8番6番か。高知第6レース、各馬揃って、さあスタートです。まずは2番オベリスクが好スタートを切った。2番オベリスクの背後には6番コスモケルビン、1番ブーケオグアイリスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番コスモケルビン、その後には2番オベリスクと1番ブーケオグアイリスが続きます。1番ブーケオグアイリスが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番ブーケオグアイリスが1着見事、続くは3番10番。高知第7レース、さあ舞台は整いました。スタートを切りました。まずは3番菜の花畑が好スタートを切った。3番菜の花畑の背後には10番ゴールドクロス、8番ミスズメジャーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ゴールドクロス、その後には1番ゲンパチレオニダスと3番菜の花畑が続きます。1番ゲンパチレオニダスが先頭に立つか、先頭か。1番ゲンパチレオニダスがゴールイン、続くは2番。
高知第8レース各馬揃って、さあスタートです。まずは11番コーエイバクシンが先頭に立ちます。その後ろには10番モズダーシスター、6番トレイトセオリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番モズダーシスター、その後には11番コーエイバクシンと8番オンストロンが続きます。10番モズダーシスターそのまま独走か、独走か。10番モズダーシスターがゴールイン。続くは8番、4番、3番か。高知第9レース各馬ゲートイン完了。スタートが切られました。7番バイカルが前に行きます。並ぶように3番ハーツジュニア、5番金米朝日か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番バイカル、その後には5番金米朝日と9番ボマイエが続きます。5番金米朝日が後ろから追ってくる、先頭か。5番金米朝日がゴールイン。続くは9番、7番、4番か。高知第10レース各馬揃ってスタートを切りました。先頭を走るは2番レオテソーロ、後を追うのは5番カフェティアラ、6番ラテラリスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番カフェティアラ、その後には6番ラテラリスと2番レオテソーロが続きます。12番ムジークフェラインが先頭に立つか、追い抜くか。12番ムジークフェラインが1着見事。続くは5番、11番、6番か。